ンポン。うんうん、お困りごとですか？そうなんです、うまい棒ってあるじゃないですか。はい、あれの消費税っていくらなんでしょうか？それは奥が深いですね。そうですかね。母バカどもめ、米一郎だよ。現代において米を納めるわけねえだろ、帰れ。消費税ってそもそもいくらでしたっけ？ 400% くらい？消費が止まる。なんと。ではうまい棒1本で消費税が4000円もかかるんですか？純粋に計算間違えてるね。やれやれ、私の出番かな。先生、うまい棒が10円、消費税が 8% だから消費税は8円だ。綺麗なバカだれ。でも私の担当科目歴史ですし。担当科目とかそういう次元の話ではないんですが、こうなったらヤホー知恵袋に聞くしか。なんかそれが最善手な気がしてきた。お、早速回答が来ました。消費税 8% でうまい棒10円なので 10×8 で80円だと思います。間違ってたらすみません。クッソバカ、確かにね。違うよ、 8×10 で80円だよ。そこの前後は一旦置いとけ。私はまだ 8% の力しか出していません。その意味がわかりますか？てめえに至っては何の話してんだよ。ベストアンサー、やけくそになんな。消費税、永遠の謎ですね。イッツミステリー。こいつら10円の 8% として消費税 0.8 円、1円未満が切り捨てなら0円や、2本以上買った場合とか、今後 10% になったらとか、いろいろあるが、今のところはそんな感じや。振動、落ち着け、君がアホなだけや。